本堂脇の銅像法教員東大仙寺は、神奈川県伊勢原市にある新言州大覚寺派の寺院である。大仙不動の通称で知られる。三号は、雨降り山。本尊は、不動明王。回帰は、両弁と伝える。高畑山金剛寺、成田山新勝寺と共にしばしば、関東の三大不動に数えられ、江戸期には、江戸近郊の観光地として賑わい、落語にも、 百人坊主として題材に取り上げられるほど広く一般に浸透した。大山は丹沢山地の東端、伊勢原市域の西北端に位置する標高1252メートルの山であり、古くから山岳信仰の対象であった。大山信仰が始まった時期は不明だが、大山の山頂付近での発掘調査により、縄文時代後期の土器編、古墳時代の末期、 弾きなどが発掘されている。このため、信仰開始の時期はかなり古い時代にまで遡ることができると推定される。大仙の名称は山頂に大山積神を祀ったためとされるが、大山積神はかつては、石尊大権現と呼ばれていた。十世紀前期の演儀式新明帳には、相模国十三座の一つとして、大仙の石尊大権現を祀る。 アフリ神社の記載があり、神明朝の原本である神議館の大長が、天平年間の完成とされることから、8世紀前半にアフリ神社が創建されたとすることもできる。神仏集合の時代の後、主験道が流星を迎え、不動明王像を本尊とする大仙寺が建立され、大仙そのものへの信仰、一子尊大権限と不動明王への信仰とが一体化していったとされる。 俗軍書類住書祭の大戦寺演技によれば、大戦寺は天平商法7年、東大寺初代別当の両弁が、聖武天皇の直願寺として改装したという。天平法寺5年には、行基の命により、構造が不動明王像を制作して本堂に奉納したと、される。次元では空海を三世十字と伝承する。元年に地震に伴う火災で失したが、 同八年安年が再興し、天台集計の主言の場として栄えていった。平安時代の末に、大仙は、カスヤ氏が支配するカスヤ荘に編入されたが、九十元年十二月に、カスヤ荘は安楽樹院に寄進された。その後、大仙は、藤原徳子の領地となり、さらに、徳子の子である古内新郎の領地とされた。鎌倉時代には、 カスヤ氏が、源頼朝のご家人となったため、大仙寺は、鎌倉幕府の庇護を受けることとなった。安ズ鏡によれば、研究3年8月9日、源頼朝は、北条政子の安産祈願のため、当時を含む相模国の寺社に神明を奉納している。その後一時衰退するが、文英年間、頑行、冒険制により、中高となった。この時、県制は、 猛を降伏させる秘宝を習得するため大戦に、上り、100日間の苦行を行い、師匠、異教、棒より方が提供した、鉄道の不動明王像の前で祈り続けると、怒り狂った不動明王の姿が見え、その後、不動明王像の目が見開かれたという。建成は、この時の不動明王の姿をもとに、2体の鉄像の不動明王像を増留し、 その一体が大楽寺の不動明王像となり、もう一体が大仙寺の不動明王像となったとされる。室町時代においても、当初、大仙寺は、室町幕府の被護を受けることとなったが、同時代の末になると、大仙寺は幕府の衰退に伴い、外部からの侵入や、館内の主言道の勢力に悩まされるようになった。文明18年の冬に、大仙に登った。 東京十号は、開国雑記に、その夜の大戦は寒くて眠れなかったと記しており、当時の大戦寺の衰退が伺われるという。なお、室町時代の後期の頃に、大戦寺縁起絵巻が成立した。戦国時代に、大戦は、小田原の北条氏の支配下に入り、北条氏が、主権道の勢力を利用しようとしたことから、大戦における、主権道は、天台宗。 本山はた,また希望の参加とされた。天正十八年に豊臣秀吉が小田原を攻略した際には、大戦の主元道の勢力は、北条氏に組みして、激しい戦いを繰り広げた。第三道金世諸島、徳川家康は、大戦寺の改革を断行。慶長十三年に五十七国、同十五年にさらに百国を寄進するなど保護を与える。一方で、主元者や、 最大像を下山させ、清掃のみを山上に従事させた。さらに大仙寺を天台宗から小義神言宗へと改修させ、初代学等に聖寺里信の従事であった実を帽子を任命し、定住させることとした。三大将軍、徳川家光も我覧の修復代を寄進するなどの援助を与え、家光の第三として、春日局が二度にわたり参詣している。 江戸時代中期以降、豊作や商売繁盛などの現世利益を記念する人々による大戦詣が盛んになり、関東各地に大戦港が組織され、大戦産経へ向かう大戦道が整備された。前述の家康の改革で下山した主権者らは、腰として産経者の先導役を務め、山独の伊勢原や秦野には産経者向けの宿坊が軒を連ね、 門前町として栄えた。明治初期の街道記には大戦考の総工数は1万5700であり、相談下数は約70万件との記載がある。このように大戦振興が流行することとなった要因として大戦ら演技の内容が民間に伝わったことが指摘されている。完成4年には大戦不動例元記が出版された。明治初期の廃物記者 神仏分離で大仙の廃仏と神社化が図られ、大仙中腹にあった不動堂は破却されて、現在の大山アフリ神社下社となった。その後、明治9年、現在地にて不動堂の再建が着手され、明治18年に、明王院という寺名で再建された。大正4年、明王院は観音寺と合併し、ようやく大仙寺の旧寺号が復活した。 神奈川県伊勢原市大1724ありがとうございます。